楽しんでください。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。全然彼から電話あってね、来てくれって言われて、で坂谷さんの駅伝ライブでちょっと名刺交換だけしてたんで、何も言わへんですよ。でとりあえず17日やでって言ってどこでやるのとか時間も何も言わへんですよ。でこの前僕の方から電話して どうしたらええのとか月にしてとか言われていいですね。皆さんうまいね。 PPM 思い出しました。僕京都会館 PPM 見に行ってね、必死で前の方に座ってギター進行見てたのを思い出しました。さっき何、1960何年生まれ、じゃあ1963年の歌を決めてもらいます。1966年にヒットしたのが、オラは死んじまったか、オラは死んじまったか、オラは死んじまったか、天国に行ったか、天国に行ったか、人はおいで酒は、1961年の11月ですよ。同じ11月に
僕がケミコの歌を見つけて、今さっき言った私の名前はミスケミコというアンサーソングの4番の私が歌詞を書きまして、で、ヤングタウンに出そうやっていう話になって、僕須田高校でザ・ダーツっていうバンドなんですけども、僕以外のやつで出てしまって歌いなくてレコーディングするって話になって、ホリプロで出るとかいう話になって、で東京でジャイアンツがレコーディングしとるとかいうのがあって、急ごうって言って正月にものすごい急いでレコーディングをして、まあ、僕もレコーディングだけ付き合ったんですよ。で1月にレコーディングを出して、でも僕らあの時代ね、プロなの嫌じゃないですか、ね、ホリプロですよあのまだモップス、そう、ももちゃんいいんですよディレクティシンガスとモップスしかいない、まだ一個がちょっと入ったくらいですよ。でそんな嫌やって僕は実は辞めましてね、まあ、あの時言っときゃ人生変わった、僕の人生全部そんなんですよ、ね、で、それでまあ僕は一応降りたって降りたんで、あいつらうわーっと今さっき彼が言ったように一発もんで大ヒットしてるんですけど、僕もおもろないからね、ちょっと歌作ろうって、リトルマギーっていうバンドを作りまして、音楽男っていうレコードを出しました、そうしてるのじゃあ、じゃあそれ歌いましょう。昔昔の真冬の よかったなと思いますけど。